今日は、ILO 100年、グローバル社会政策の起源という題でお話をしたいと思います。で、目的は2つぐらいありまして、その前に、ILO ってそもそも何っていう話ですけども、国際労働機関、インターレ、ナショナルレイバーオーガニゼーションですね。スイスのジュネーブにあるわけですけども、今、コロナ対応で話題の WHO、これはワールドヘルスオーガニゼーション、やっぱりスイスのジュネーブにあるんですけれども、それは WHO の方はその保健医療、感染症対策で今、大変な、状況なわけですけども、でそれと並んでその ILO というのはその労働基準とかですね、社会保障、そういうことについての、その国際機関、国際協力の機関であると。で、日本のその国内で言えば、厚生労働省がやってるような仕事を、その国際、グローバルレベルでやっていると、いうことですね。で、こういうことを指して、グローバル社会政策というふうに、呼んでいます。で、その ILO の方は、1919年にできたんですね。ですから昨年、ちょうど100周年だったと。で、どうしてできたかというと、1919年というのは、その第一次世界大戦が、終わった年ですね。そしてパリ講和会議というのが開かれて、そこでそのベルサイユ条約という条約、平和条約が結ばれるわけですけれども、その第13編、いうところに、その ILO、国際労働機関を設立するということが書かれています。で、その、1919年のパリ講和会議で決まったことが、同じ年のですね、10月に、アメリカのワシントンで、その第1回の会議を開くということで、その各国にその招待状が送られて、会議が開かれたと。いうことですね。で、それを今、その100年後になって、なんでその取り上げるのかということで、その一つはですね、その社会政策におけるその国際的次元の重要性ということをその強調したいということですね。社会政策というのは今、日本で言えば厚生労働省がやっているような、保健医療もあれば、労働基準、社会保障もあると。いったようなことを中心とした政策のことですね。福祉国家に関わるような政策。教育とかですね、住宅というようなことも、含まれる。ますけれども、主にはそういうところですね。だから ILO のやってる仕事っていうのは、それの中心になるわけですけども、普通はですね、そういう、社会政策っていうのは、国内の問題だと。いうふうに考えられることが多いわけですね。国内のその、各国の政府が、政策を行っていると。なんだけれども、その政策がどういうふうにこう歴史的にできてきたかということを考える上では、その国際的な影響というのがかなり大きいというふうに私は思っていて、なんですけども、それがこう、国内で暮らしてると、その影響が見えにくいということがあるわけですね。で、それを、強調してみたいと、確認してみたいというのが、今日のお話の第一の目的です。で、第二の目的は、社会政策における理念の重要性ということを、これも強調してみたいということですね。で、普通というかですね、社会政策っていうのは、その必要に応じてですね、例えば感染症があれば、それに対策をしなきゃいけないとか、労働問題があれば、その労働政策を立てなければいけないと。必要に応じて、やってるんだと。どこの国でも普通にやってるというふうに、思いがちなんですけども、だからなんとなく自動的にですね、こう行われているような気がしてしまうんだけれども、実はそこにこういう社会であるべきだ、こういう
未来を描くべきだというその理念ですね、目標みたいなもの、まあ、もうちょっと平たく言えば、その人々のやる気というかですね、なんかそういうことが、実はその社会政策を形作ってきたんだと、それをまあ思い出してみようという、そういうことですね、それが第2番目の目的。で、目次ですけれども、まあ、初めにはいいとして、その2番目、その歪んだ集合的記憶と、ちょっと、分かりにくい書き方ですけれども、集合的記憶というのは、まあ、個人的な記憶ではなくて、日本人全体が、なんとなくこう、ILO に対して持っている記憶ですね。まあ、普通の人はみんな ILO なんて気にしないというか、知らないという人もいると思うんですけれども、しかし、その、どこかでですね、なんとなく ILO に対して苦手意識を持っている人がいると。あるいは、その日本は、そういう国際的な社会政策の場で、なんとなくこう、出来の悪い学生、劣等生だという意識を持っている人が時々いるんですね。で、新聞とかですね、そのメディアにおいても、なんとなくこう、日本は遅れている。労働基準をちゃんと守っていないとかですね、まあ、実際、その長時間労働、なんていうの、国際規格で見ると、問題になったりするわけですけれども、そういう意味で、なんかちゃんと ILO の決めたことを守ってこなかったんじゃないかとかですね、あまり優秀ではないんじゃないかというふうに、まあ、記憶されている、思われている。で、それはまあ合ってるとこもあるんですけども、間違い、とも言えてですね、実は100年前の日本は、ILO ができたことについて非常にこう興味を持ってですね、その理念をこういち早くこう取り入れようとして、で、そこにこう積極的にこう参加していこうとしていたんですね。あ、だから、まあ、このお話のまあ3番目の隠れた目的というのは、そこを強調したいと。つまり、日本におけるその100年前の、間違った記憶をこう訂正しておきたいと、そういう、隠れた目的も今日の話にあります。で、3番目、その ILO が解き放った政治というのは、まあ、その1919年の段階で、日本ではその労働組合というのが、あまりこう、まだ認められていなかった。なんかこう、危険な存在ではないか。反政府勢力ではないか。というような、意識が持たれていた。ですけれども、ILO は、その、労働代表というのを出さなきゃいけない。政府から代表が2名出る。それから、会社の社長さんとかですね、その経済界、労働者を雇っている側の代表が1名出る。使用者代表と言いますけれども。それから労働者代表が1名出る。計各国から4名代表が出席するということになっていて、その労働代表というのを決めなきゃいけないということがあったわけですね。で、そこでその労働組合というものが世の中にあるんだということにみんなが気づいて、で、労働組合というものをこう認めるか認めないか、どういうふうに認めるかということをめぐって、その論争が起こったわけですね。で、日本、まあ、当時その大正デモクラシーという時代で、どういうふうにこう社会を新しくこう作っていくか、ということが論争になっていた。その、まあ、中心的な話題の一つがその ILO の労働代表問題であったということですね。それから4番目、その原則と特例ということですけれども、その ILO で具体的にその何が議論されたかっていうと、まあ、一つの重要な話題がその8時間労働制、労働時間を1日8時間にこう限定すると、それをこう、世界で合意しようと。いうことが一番重要な
議題だったわけです。それが原則ですね。しかし日本はそこで、まあ、ちょっとごねてですね、8時間なんて無理っていうことを言って、9時間半、日本だけ9時間半にしてくれということをこう強硬に主張して、その特例をこう認められたと。で、それをこう悪く言う人は、なんか日本だけなんていうか特別扱いを、求めるなんてのはみっともないというようなことがあったわけですけども、そこにどういう事情があったのか、どうしてそういうことだったのかということを、もうちょっとこう説明をしてみたいというのが4番目の点です。から5番目、真の議題、女性と児童の保護というところですけれども、日本にとってこの ILO がこう重要だった、特にその100年前の第1回会議の重要だったところは、女性のその深夜労働を禁止するということ。それ何のためかというと、まあ、女性のこう健康を維持する。特にその当時はその工場で、その昼夜、二交代制で、夜中も働いて、そしてこう、まあ、社員寮ですね。で、こう暮らして、健康を損ねる人、結核になる人が多かったわけですね。で、そういうその女性の健康を守るということが一つの課題であった。からもう一つはその児童、子供に関してはその児童労働を禁止するということですね。当時まだその子供を工場でこう働かせるというようなことが日本では続いていたんですけれども、それをこう法律で禁止して、ちゃんとこう教育を受けると、いうことにしたわけです。で、そういうところが、まあ、日本にとっての ILO の重要なところだったわけですね。で、6番目はさっきちょっと言ったことですけども、その社会政策をこう形作るその理念ということが非常に重要なんだと。まあ、理念の反対ではないけど、理念にこう、対照的にこう想定しているのはその法則。つまり、なんかこう、自動的にこう法則で、ある段階になれば、この政策がどこの国でも実現していく。それは、まあ、自動的なプロセスなんだというふうに考え方もあるわけですけども、いや、そうではない。むしろ、その、こうすべきだと。こうしていった方がいいんじゃないか。そういう、こう、やる気というかですね、人々のこう情熱みたいなものが、政策をこう作ってきたんだということを強調してみたいということです。で、まあ、繰り返しになりますけれども、その、パリ講和会議で、決まった、設立が決まった ILO。で、その第1回の会議ですね、国際労働会議というのが1919年の10月から11月までアメリカのワシントンでこう開かれたわけですね。で、まあ、ここでは ILO 会議というふうに言っちゃいますけれども、まあ、機関の名前はインターナショナルレイバーオーガニゼーションですね。国際労働機関と。で、会議は実はインターナショナルレイバーコンフェレンスなので、ILC というのが本当は正しいんですけど、あんまり日本で ILC とか言っても何のことっていう感じになるので、まあ、ILO 会議というふうに、ここでは言うことにします。で、アメリカにですね、その40カ国余りの国がこう招待されて、議論をしたと。で、日本はこうすごくやる気があってですね、かなり、一二を争うぐらいの大人数の代表団を送り込んだと、いうことですね。で、先ほど言いましたように、その8時間労働制とか、児童労働の禁止と、まあ、今では当たり前になっている原則をこの会議で、採択したと。いうことですね。で、まあ、さっき40カ国の代表が招かれたというふうに言いましたけれども、まあ、先進国だけではなくて、まあ、新興国、日本のようなその新興国ですね、当時、まあ、途上国の代表も招かれた。
いうことで、まあ、最初のグローバル社会政策の現場、その国際社会で、こういうその、労働問題とか、その社会政策の問題がこう議論された初めてのこう機会、まあ、初めてと言っていい機会だったわけですね。で、まあ、そういう昔話をするというだけではなくて、それが100年後の私たちに、どういうヒントを与えてくれるんだろうかということも最後に考えてみたいと思います。で、まあ、歪んだ集合的記憶というところですけれども、まあ、この人は、日本のですね、ILO、その労働組合を代表して、その ILO に参加していた人なんですけれども、別にこの人に責任はないんですけれども、この人が、結構偉い人だと思うんですけども、昨年ですね、その ILO100 年を記念したその雑誌の記事にですね、こういうふうに書いていて、日本はその100年前にその ILO の崇高な理念とかですね、三者構成主義の意義を理解していたかというと、甚だ怪しい、ほとんど無理解、無自覚であったと思わざるを得ない。三者構成主義というのは先ほど言った、政府の代表だけではなくて、労働者の代表と、使用者の代表と、まあ、政府が2人、労使が1人ずつ、合計4人が代表すると、そういうことの意義を理解していなかったんじゃないかと。で、事実、日本は第1回総会に、総勢60名近い大代表団で臨んだけれども、その構成は三者構成とは程遠く、すべて政府の任命するものであり、労働代表に関しては資格審査委員会で、真の代表とみなしがたいとされ、資格を付与されなかったという問題を起こしていると。いうふうに書いてるんですけど、これは嘘ですっていうか、そういう事実はないですね。ちゃんと日本の労働代表も代表として、ちゃんと問題なく、なされていた。で、しかし、こう、なんでその今の100年後のですね、日本のその、ILO のことをよく知っているはずの、労働代表の経験者が、こういう誤解をしているかということですね。それはなんかこう、苦い記憶というかですね、なんか認められなかったんじゃなかったっけっていうふうにこう思い込んでるところがあるわけですね。それは何でだったんだろうかということを話してみた。で、日本の側はこういうふうにしてなんとなくこう自信がないというか、ILO、なんとなく日本は失敗したなという100年前にですね、そういう記憶が残ってるんですけども、一方、まあ、外国、特にそのイギリスとかアメリカとか、その ILO をこう作った人たちですね。その人たちが日本の参加をどういうふうにこう評価していたかということを、ここではイギリスのですね、政府の代表であったデレビンという人の言葉。これはその会議の直後になんか講演で、イギリス国内向けの講演で、話した内容、つまりイギリス人に対して、今回の会議で、日本の人たちはかなり頑張ってましたよ、ということを言ったんですね。会議において、日本の代表、この問題における彼らの姿勢は、努力性ものです、ということを言っていたんですね。それは、日本はそれまでその労働基準、ということでは非常に 遅れていた。のに対して、この会議をきっかけに、その女性と少年の、その夜間就業の禁止、あるいはその児童労働の禁止、それから最も重要な点として、1週間の労働時間を正式業で60時間、紡績その他の産業で57時間に短縮した。57時間ということは、要するに9時間半ということですね。だから、ILO 全体の原則は8時間労働だったわけですけども、日本はその特例として、例外として9時間半働いてもいいという特別扱いをされた。で、そのことについて、しかしデレビンは、
決してそのネガティブに言ってないんですね。日本はこれかなり頑張ってこの57時間に短縮した、で1週あたり連続24時間の休息を与えることを承諾したんです。労働条件規制においてこれほど目覚ましい前進が一挙になされたことはおそらくかつてない、いうことを強調しているわけですね。で、当時のその日本というのはどういう、位置づけというかですね、世界の中でどういう状況だったかと言いますと、まあ、第一次世界大戦に一応日本は参戦してるんですね。日英同盟と、イギリスの同盟国として、ドイツと戦った。で、しかし、まあ、ちょっと、中国とかで、ドイツの植民地をこう攻めたぐらいの話で、あんまりそのヨーロッパでの戦争には関わっていない。だからあんまりこう、なんていうんですかね、労力をかけずに、しかもその戦勝国と勝った側に、入ったということですね。で、五大国というんですか、5つの世界の中での大国、それはイギリス、アメリカ、フランス、イタリア、日本にですね。で、まあ、イギリス、フランス、イタリアはそのヨーロッパのこう戦争、ドイツに対するこう戦争でこう非常にこう疲れ果てていたわけですね。で、アメリカはそれを見かねてこう助けに行ったわけですね。で、日本はまあそういうふうで、あんまりこう戦争には参加、まあ、したんですけども、そんなにこう本腰を入れてヨーロッパまで戦争に行ったわけではないんだけれども、戦勝国ということで、五大国のその、まあ、末席ですね。その一番最後に付け加えてもらったという感じの位置づけだったわけです。で、実際のところは日本はその新興工業国というか、まあちょっと前の中国みたいな感じで、まあなんかこう突然こう、工業がこう発展してきて、世界に、こういろんな、品物をこう繊維製品なんかをこう輸出するようになった。そういう国。だからイギリスからすると、なんだこれ突然日本は、そういう、輸出品でこう国際競争に、出てきて、イギリスとこう競争するようになってきて、そういうこう恐るべき存在というかですね。しかもその、労働基準をあんまりこうちゃんとやってない。だから労働者をこう酷使して、長時間労働と、低賃金で、労働者を酷使して安い品物を、外国に売りまくってると。だからちょっとそこをしっかりしてもらいたいと、長時間労働は何とかしてもらいたいと、ちゃんと、他の国と、特にその自分の国とですね、同じぐらいの労働条件で、ちゃんと労働者を保護した上で、ルールを守った上で、競争してもらわなければ、これ不公平じゃないかと。そういう意識が、まあ、イギリス、はじめヨーロッパではこう渦巻いていた。だから日本に対してこうそういう不満を持っていたわけですね。だから国際労働会議は、まあ、全世界で、労働政策をちゃんと決めていきましょうっていう、まあ、お題目はそうなんですけど、隠された目的としては、そういう日本をなんとかすると。いうところもあったわけですね。で、こちらはアメリカのショットウェルという人が、その1959年、つまり ILO のその50周年の時に、ILO のその創設した時のそのことを思い出してですね、その思い出を語っている。その中に日本のことが出てくる。で、ショットウェルという人は、まあ、1919年のそのパリ講和会議で、アメリカのそのウィルソン大統領のブレーンとしてこう活躍した人ですね。で、ウィルソンという人は、その第一次世界大戦後のその世界をどういうふうにこう、なんていうか、再建していったらいいかということのそのデザインをした。人ですね。で、そのブレーンですから、かなり重要な人ですね。ILO のこう創設に最もこう大きく貢献した人の一人ですね。
で、その人が50年後に思い出して、日本はワシントン会議を最も真摯に受け止めた国であるというふうに言ってるんですね。日本の代表団は3カ国の中で最大だったと。で、もっと重要なことは、その後の時代に、日本は、アジアで戦争をしたりとかですね、その帝国主義的政策を展開した。そういう、こう不幸なことがあったけれども、その時代に、その児童労働の禁止といった、ILO に影響を受けた政策によって、その急激な工業化に伴う弊害が、もうある程度その緩和されたということが大事だ。で、ここで日本のことをわざわざ強調したのは、その1919年のパリ講和会議によって作り出された国際協力の恒久機関というものの、その影響の大きさということを思い出すために他ならない。だからその ILO の、プラスの積極的な影響ですね。その代表的な例として、日本のことを取り上げているということですね。だから日本国内の評価とは逆にですね、その ILO を作った人の側からすると、日本は、その ILO を作ってこう良かったというかですね、その良い影響を、日本は体現してるんだ。で、その労働代表問題ということで、ILO がその日本の国内にそのどういう影響を及ぼしたのか。で、それを考える上では、その ILO っていうのは何でできたのか。それはその第一次世界大戦がその危機的状況を作り出した。それは何かっていうと、第一次大戦っていうのは、そのヨーロッパの国々が、アメリカもですけれども、総力戦と言いますけど、国民みんなを巻き込んだ戦争で、押したわけですね。で、その戦争に行ったのは、主にその普通の国民というかですね、労働者の人たちですね。だから、その昔の戦争はその貴族とかですね、そういう軍人がやるものだったのが、第一次大戦というのは、それだけじゃ足りなくて、普通にこう働いてた人たちが徴兵されて、戦争に出かけていく。だから、俺たちが戦ってきたんだぞっていうことを、こう労働者の人たちが言うわけですね。だから、俺たちの生活をもっとちゃんと考えろよという、そういうプレッシャーが、その各国の政治の中で大きな、位置を占めるようになっていった。労働者の権利を、認めろと。で、それとともにですね、1917年にはそのロシア革命が起こっているということですね。で、革命を起こしたの、起こしたというか、革命というのは、労働者の権利を実現するために、これまでの、政府をこうぶっ壊して、やると。で、そういう動きがロシアだけではなくて、その他のヨーロッパの国にもこう広がりそうな勢いで、それはできれば抑え込みたかったわけですね。で、だから労働者の権利をこうちゃんと認めて、そしてその労働者の生活をこうある程度こう保障していく、保護していく。だけども、ちゃんとその、民主主義というか、今までの体制は守ると。そういうために、その労働者に対する譲歩としてですね、ILO というものを作って、そしてその今までのような、その政府の代表だけが会議に集まって議論をするんじゃなくて、労働者の代表もちゃんと出ていいことにすると。で、それだけだとバランスが悪いので、その使用者、その経営者の代表も呼んでくると。そういう、各国からその4人ずつ代表を出す。そういう三者代表制、ある意味では変な、制度なんですけれども、そういう制度が、生まれたのは、そういう、労働者の、なんていうか、声が大きくなっていたから、なんですね。で、日本は第一次大戦を経験してないというか、一応参加したんですけども、その国内的に第一次大戦って何だったっけっていう感じで、あんまりそんなにこう、
コミットしてなかったわけですね。なんですけども、そういう国際的な影響を受けて、あるいはそれからその当時、その第一次大戦をきっかけに、日本のこう産業革命がこう進んでくるということで、労働者と言われる、そのお給料をもらってこう、工場とかで働くと、そういう人たちがこう急激に増えていたわけですね。で、その労働者をこうまとめて、その労働者の声をこう社会の中でこう主張していく、その代表の一人がですね、その鈴木文治という人で、友愛会という、まあ、組合を作ったんですね、1912年。で、それがこうだんだんこう大きくなっていっていたと。鈴木文治自身は東大法学部を出た、まあ、エリートですけれども、そういうその外国で、そういう、労働組合運動というのがこう盛んになっているというようなことをこう、情報をキャッチしてですね、これ日本でもやっていかなきゃということで、運動をこう起こしていった。で、まあ、協調主義と。いうのは、その経営者と労働組合とこう仲良くこうやっていこうということを言っていた人もいるんですけども、鈴木文治はそれをこう拒否する。むしろその労働組合というのは戦う存在なんだと。自分たちの主張をこう認めさせていく。そういうことをこう非常に強く言ったんですね。で、国際的な、情報もしっかりキャッチして、実はその鈴木文治はパリ講和会議に出かけていって、ILO が作る会議にそのオブザーバーとしてこう出ていたんですね。だから、それからすぐ帰ってきて、日本から、労働組合の代表を出さなきゃいけない。で、その代表に誰がなるべきか。それは、友愛会を、作って代表している、私自身じゃないかと。だから、俺を代表にしろっていうことを言ったわけですね。ところが日本政府は、この鈴木文治の友愛会を、その日本のその労働者を代表すべき、団体とは認めなかったんですね。それは、まあ当時、その労働者という人が日本に400万人ぐらいいて、そのうち友愛会に加入してると考えられる人はまあ3万人ぐらいだ。だから400万人のうち3万人ですから、決してその友愛会が日本の労働者のみんなを代表してるとは言えないんじゃないかというふうに日本政府は考えて、各県からですね、労働者、その工場の代表をこう選出して、それで全国でそう、あの、こう会議を持ってですね、そこでその労働者の代表を誰にしたらいいかというようなことをこう相談をして、決めたんですね。で、実は鈴木文治もその会議に出てたんですけども、おかしいじゃないかと。俺が代表になるはずなのに、なんでこの全国の会議とかをやってですね、いちいち、決めてるんだというようなことで、席を蹴ってですね、まあ、退席してしまうというようなことがあったわけですね。で、まあ、細かいことを省きますが、結果として、その鈴木文治ではなくて、もうちょっとその政府の言うことを聞いてくれそうな、だと当時政府が思った、その舛本右平という人が、その日本の労働代表ということになったわけです。で、鈴木文治は早速、いや、これは日本政府が、そのベルサイユ条約をこうないがしろにしている証拠であるということで、その舛本右平に対してこう反対をする。そして、この決め方は、すごいけしからない決め方をしたんだということをこう国際的に訴えるためにですね、後から紹介しますが、そのアメリカの労働組合の代表であったそのゴンパーズという人が、その鈴木文治と友達だったので、そのゴンパーズに手紙を書いてですね、日本の政府はこういうけしからないことをしたということを、直接その ILO の会議にこう訴えたというようなことですね。なので、その日本のその労働組合の歴史からすると、この代表の決め方はけしからない。で、それは非常に良くないことをやったんだという、その記録と記憶が残ってしまったんですね。
なんですけども、ILO の歴史から言うと、実はこの、資格審査委員会、ちゃんとこの人は、この人っていうのは、その増本右平は、日本の労働者を代表してるかどうかという、その審査会議をやったんですけども、日本の政府の判断は妥当であるというふうにこう認められています。ですから、鈴木はむしろ、負けた側ですね。で、なんでこんなことをその鈴木はやったのかと言いますと、それは、その労働組合ってものがあるんだぞと、できたんだぞと、当時、その労働組合っていうのはその社会の中で知られてなかったわけですね。で、その、こういう重要なことを、俺たちはやってるんだということを、こうみんなにこう知らせるために、わざとこういうことをやったんだと思うんですね。で、それはそれでよかったというか、非常に意味のあることだったと思うんですけれども、そのせいでですね、100年後になっても、あれ？なんかあの時、日本は悪いことやったんじゃなかったっけ？というような、こう、記憶が残ってしまったということです。で、ILO のその創設に関わった人たちの写真をちょっと見ておきたいんですけど、一番左のそのジョージ・ニコル・バーンズという人は、イギリスのその政府の代表。政府の代表なんですけれども、労働組合出身であったということで、その ILO のその取りまとめを、の、あの、司会をやるような役割だったわけですね。で、日本にもむしろ、好意的な、人だったわけですけども、一方、2番目のですね、左から2番目のサミエル・ゴンパーズというのは、そのさっき言った鈴木文次の友達で、むしろ鈴木文次の味方をした。それから3番目のレオン・ジュオーという人は、フランスの労働者の代表で、その日本も、8時間労働を守るべきじゃないか。日本ももうかなりその工業が盛んになってきてる、発展してきてるんだから、日本だけ特別扱いっていうのはおかしいということで、かなり日本を責めた人ですね。次のエミール・バンディア・ヴェルデというのは、そのベルギーの労働者の代表ですけど、これもそのフランスと似たような立場。で、先ほど紹介した左側のがそのデレビンという、イギリスの政府の代表ですね。日本に対してこう好意的な演説をした人。からショットウェル、ジェームズ・ショットウェルはアメリカの政府の顧問。で、実はそのワシントン会議はそのアメリカは、ワシントンでやったのに、そのアメリカの議会がですね、もう国際連盟とか ILO なんていうのは認められないということで、へそを曲げてしまったので、実はアメリカは参加しなかった、ですけれども、ショットウェル自身はその会議には出ていたということですね。から、鎌田永吉というのはその日本の政府の代表ですね。慶應義塾の塾長で、貴族院議員で、政府を代表して会議に出てた。で、右側の上田貞次郎というのは、その鎌田の、その顧問、政府代表の顧問という資格で参加していた。で、今日のお話はですね、この上田貞次郎のこう書いたもの、記録をもとに、お話をしています。で、それから、当時の日本の総理大臣は、一番左の原敬ですね。で、原敬は、ILO の重要性に気づいてですね、これをちゃんとやんなきゃいけないと。日本の然るべき代表を出して、日本のその意見をちゃんと伝えなきゃいけないということをちゃんと判断していたというのは、原敬の日記を見ればわかるんですけど。で、それから、武藤三次というのは、その日本の使用者代表ですね。その社長さん、金ヶ淵紡績という会社の社長さん、の、その経済界の代表として参加した。から、右側は、増本右平という、労働者代表。労働者といっても、増本右平自身は、技術者ですね。それから、どっちかというと、経営側に参加してたような人で、その労働組合、鈴木文次なんかから言うと、二世代表、労働者を代表としてるとはとても言えない、
というような批判を受けたんですけれども、まあ、頑張って労働者の代表を務めた人です。で、鈴木文治というのはこの人で、かなりこう、恰幅の良い、なんとか戦う、姿勢満々の、元気満々の人ですね。で、非常にこう文句を言ったわけです。で、真ん中のですね、田中貴子という人は、その女性の代表として、参加したんですね。まあ、女性の代表はその、4人の代表には入ってないんですけれども、ILO の会議でその女性の問題が議論されるときには必ずその女性の顧問が出席しなきゃいけないということで、日本の女性の代表としてこの田中貴子さんという人が参加した。ただし、彼女はですね、労働者でもないし、まあ、なんで参加したのかというと、その当時、その渋沢栄一、三河のおじいさんですね、この人が非常にこう有力者で、その親戚、姪だったそうですけども、その親戚だったので、その渋沢栄一の推薦で、この田中貴子さんという人が参加していると。で、渋沢栄一は、まあ、知ってる人もいるかもしれませんけども、まあ、2024年から1万円札の、福沢諭吉に代わってですね、この人の顔になると、いうことですね。まあ、日本のその資本主義の父と、言われて、いて、まあ、株式会社という仕組みを、まあ、日本にこう作った人ですね、導入した人ですね。で、そういうその日本の経済をこう発展させてきた、で、今後も発展させていこうという立場の、渋沢からすれば、まあ、労働者という人がこう最近力をつけてきた。で、その労働者と仲良く、する。その労使協調と言いますけれども、なるべくこう平和にですね、経済を、協力して発展させていこうというのが渋沢の考え方です。で、なので、その鈴木文治というのは、まあ、渋沢とかなりこう年も離れているんですけれども、その労働組合という運動を始めた、その鈴木文治に対してですね、まあ、話を聞かせてくれと、その仲良くやろうじゃないかということで、あなたの立場はあなたの立場だけども、協力してやっていこうというような姿勢で、まあ、個人的にこう鈴木文治とこう友達になったわけですね。まあ、悪口を言う立場から言えば、まあ、ちょっとお金をかけてですね、なんかこう抱き込んだんじゃないかと、見えなくもないわけですけども、そこはまあ信頼関係で、なんていうんですかね、仲良くなっていった。まあ、で、鈴木文治の側からすると、まあ、渋沢栄一とあまり仲良くしすぎるとですね、これはその、回し者だと思われても困るし、その労働者の代表っていうのじゃなくなっちゃうので、その ILO に関しては、その鈴木文治のこう斡旋を断ってですね、渋沢栄一の斡旋を断って、鈴木文治は、労使協調反対というふうに言っていたと。で、渋沢栄一自身は、その ILO のことに非常にこう熱心に関わって、つまり、女性代表にはその自分の名義を出すとかですね、あるいはその代表には誰がいいだろうかとかですね、なるべくその労使協調になるにはどうしたらいいかということで、政府にアドバイスをしたりとか、そういう活動をしていったわけです。で、さっきのその政府代表顧問のその上田定次郎という人の書いたもの、そこから以下の議論をしたいんですけども、その上田定次郎から見たその ILO というのはどういう位置づけだったかというと、これは大日維新への序幕になるんだ。で、大日維新というのは何かというと、明治維新に続く第2の維新がこれから始まります。つまり、国内でもですね、その民主化、大衆が政治に参加していくような時代がこれから始まるのだ。それはその大正デモクラシーということですけれども。で、世界ではですね、現在、その革命派と前進派がこう戦ってるんだ。革命派というのは、まあ、ロシア革命に続いて、暴力で、その、なんていうか、革命を実現していくというような動き、
で、前進派っていうのはそうじゃなくて、現在のその議会とかですね、現在の資本主義の体制をこう維持しつつ、労働者の権利を主張している。で、そのどっちの運動が勝つかによって、世界情勢はこうかなり変わってくるだろうと。で、ILO というのは、その前進派の流れに乗った機関だから、その ILO がこう成功するということが、これは非常に重要だ。で、世界情勢を見ると、独欧って書いてますけど、ロシアとドイツとオーストリアですね、まあ、帝国、軍国主義をやっていた国が、その全部、第一次世界大戦で負けたわけですね。で、その後に、そのロシアのボルシェビズムというのは、つまり、共産党が暴力で、その革命をした。で、それが世界中に広がってくるんじゃないかということをみんなが恐れている時代なので、そういう状況の中で、こう日本が真に、中正穏健、つまり、そんなに極端ではない、で実行可能な、社会改造、社会改革の旗を立てたならば、その世界にこう非常にこう影響があるに違いないということを言っています。だから、その ILO の世界史的意義というかですね、その1919年の時点で世界情勢、これからどうなっていくのかという見通しをこう非常によく持っていたわけですね。で、上田定次郎自身はその顧問という、代表じゃなくて、その顧問の一人に過ぎないので、そんなに偉くなかったわけですけども、その政府の代表、政府だけじゃなくて、その日本の代表団というのは、このぐらいの認識は持っていたんだということですね。で、当時の原総理大臣もですね、この原総理大臣とその鎌田政府代表の言葉というのを引用してますけど、これは首相官邸で、その ILO 会議に出かけていく日本の代表団の、送別パーティーがあったわけですね。壮行会があったわけです。で、今やですね、その ILO の代表を送るのに、首相官邸で、壮行会なんかやらないですね。絶対そんなのやってくれないと思うんですけど、当時、この100年前のその日本政府のこう ILO にかける、なんていうか思いというのは、ここから伝わってくるわけですね。で、原総理大臣はこういうふうに言っていて、ベルサイユ講和条約のその第13編というところに書かれたその ILO の原則というのは、もう必ず遵守しなきゃいけないその絶対的な法則である、原則であるということを、もう総理大臣自身が言ってる。で、列国共通の原則と特殊の事情と調和する必要がある。特殊の事情っていうのは、その日本の国内の事情ですね。だから、原則は原則なんだけども、日本はその特例を認めてもらわないと、とても、持たない。そこが難しいところだということを、このパーティーでも言っています。で、鎌田政府代表は、十分な理由がある項目については、その猶予を求めるとか、除外、特例を求める。で、そうじゃないものについては進んで、同意していく、賛成していく、そういう方針で臨みたいということを言っています。で、8時間労働というのが、ILO の第1回会議で非常に重要なテーマだったわけですけども、それを即時実施するのは無理だと。なぜならば、ヨーロッパの国々は、すでに9時間労働を実現してたわけですね。だから9時間から8時間、1時間減らすだけなら、できる。だけども日本は、当時、1日12時間労働が標準で、もっと長いこと、働いていた。で、それをいきなり8時間にする。だから4時間、短くしなきゃいけない。これは、突然そんなことをやったら、会社が持たない、工場が持たない、いうことですね。なので、徐々に、こう、改革を進めていかなきゃいけない。で、だから、10時間がせいぜいだと。で、もうさらに頑張って、9時間半っていうふうに、ILO で妥協というかですね、そこまで譲歩したわけですね。
だから日本は8時間労働が達成できなかったからダメだったというのではなくて、12時間から9時間半まで行こうと頑張って、そこまで譲歩しようとしたんだっていうところが、非常に重要なところなわけで、ただしそれに開き直ってたわけではなくて、この鎌田代表は ILO のその総会で演説して、日本はその9時間半で例外を認めてもらったけども、それで安住するのではなくて、日本国民は今後2、30年のうちに大幅な社会改革を成し遂げて、先進諸国に追いつきたいというふうに望んでるんだということを言ってるわけです。だからこの時点で日本はかなりこう優等生というかですね、新興工業国にしてはかなり頑張ってる、そういう立場だった。で、ところが、まあ、この特例を無事認められたにもかかわらずですね、ILO の第1号条約というのを見ると、今でもその日本はこんだけですって書いてあるわけですけども、特例を認められたのに、その条約を批准しなかったんですね。で、まあ、戦後ですね、1947年になって、労働基準法というのが施行されて、8時間労働というのは日本国内でもこう認められているんですけども、日本は依然としてこの第1号条約というのを批准していないんですね。で、まあ、そのことと、その日本のその長時間労働、残業ですね、そういうことが関係があるんじゃないかという人もいて、まあ、ちょっと残念な思い出として、残っているわけです、日本にとっては。で、まあ、上田定次郎から見るとですね、まあ、しかしその、8時間労働っていうのは、まあ、無理だったんだと。日本にとってはその、急にそうやるのは無理なので、いかにその世界の、人々に、その日本は頑張ってるんだと、9時間半でもかなり進歩なんだということを分かってもらう、それはその外交問題である、のに対してですね、女性のその深夜労働を禁止する。これはその日本の女性の健康を守る、ことであるし、子供の労働を禁止する、そして教育を受けさせるということは、日本のその、まあ、未来の世代を育てていくという自分たちの問題である。そういう問題は言われるまでもなく進んで取り組むべき内政の問題であるというふうに、上田は言っています。で、その当時ですね、重工業、男性は主にその重工業で働いてた、6割ぐらいの男性、その労働者のうちですね、6割は重工業で働いて、で、まあ、7割は青年労働者ですね、つまり成人した労働者、で、その一部は組織化というのは、その労働組合を作ってに参加していた。つまり鈴木文治の友愛会とかですね、他にもあるわけですけども、そういうところに一部は参加していて、のに対して女性はですね、繊維産業で働いて、9割は繊維産業で働いていた。そして主に未成年だった。女性労働者の6割は、20歳以下ですね、そういう状況で、組合にも入っていない人が多い、そういう構図であって、だから男性労働者は自分たちの権利は主張できるけれども、繊維産業で働いている未成年の女性労働者という人たちは、あまりこう自分の主張とかをしないので、その人たちをちゃんと、守っていく、保護していくっていうことが現在の日本の課題であるということを言ってるわけですね。だから労働組合法とか作っても、まあ、男性の一部の労働者の話ですね。それに対して工場法というのは労働基準法とか労働法のことですけれども、そっちの方が、まあ、労働基準法ですね、を、ちゃんと改正するということの方が大事だということを言っています。で、まあ、女性のその深夜労働というのは日本国民の永遠の利益に反するんだと言うんですね。それはどういうことかというと、細かいところは省略しますけども、要するに女性が肺結核になってしまう。男性に比べてですね、3倍近くの肺結核で死ぬ人が多かったんですね。
それから子どもの問題は何で大事かっていうと、まあ、不選っていうのは普通選挙ですね。普通選挙で、その労働者の人も投票できるようになる。つまり、金持ちだけじゃなくて、たくさん税金を納めてる人だけじゃなくて、普通の人が、その投票できるようになってくる。そうすると、ちゃんと、字が読めてですね、政治のことをちゃんと考えて、投票するのでなければ、政治がおかしくなってしまう。ということで、その児童労働、教育なしにですね、働かせとくということは、これは非常に危険なんだと。つまり、変な政治になりかねない、革命なんていうことになりかねない、いうことを警戒してたわけですね。だから、その国民的最低限っていうのはナショナルミニマムと言いますけれども、まあその基準を決めて、ちゃんとそれ以下にはならないように、例えばその労働時間を決める、それから児童労働を禁止する、そしてちゃんと義務教育を課すと、そういう最低限のルールを決めたら、それをちゃんと守っていくということが大事だということを言っています。で、6番目ですけども、まあ、社会政策を導く理念という、まあ、理念か法則かということなんですけども、まあ、競争条件均等化の法則というのがあって、まあ、その国内ではですね、その優良企業と弱小企業があった場合に、その優良企業の労働基準が、その勝っていく、弱小企業にもこう適用されていく。つまり、優良企業の方が高い賃金を払う、それから労働者をちゃんと保護して8時間労働とかもやっていく。で、そうすると弱小企業はそれをズルしてですね、低い賃金で長時間労働でなんとか安い品物を作って、優良企業と、対抗しようとするわけですけども、優良企業の方は逆に弱小企業に対して、俺たちがちゃんと、給料とか労働時間の点で、ちゃんとやってるんだから、それを君たちも守れっていうふうに言うわけですね。で、それを守らせるために政府に働きかけて、ちゃんとルールを決めて、労働法とかを決めて、ルールにのっとって弱小企業も取り締まってくれ、そういうふうに、言っていくんですね。そうすると、その競争条件、つまりいろんな基準を守るということが、均等化していく。つまり弱小企業も含めてルールがこう国内では行き渡っていく。優良企業が政府に働きかけて弱小企業に守らせる。こういうことが、国内では成り立つわけです。で、社会政策はこういうふうにして発展していく。なんですけども、国際的な状況の中では、つまり世界政府というものはないので、国際的には、まあ、優良企業対弱小企業の争いが、先進国対後進国の争いになるわけですね。先進国としては、自分たちが実現している、労働基準なり、いろんな基準を後進国にも、あるいは新興国にも守らせたいわけですね。なんだけども、世界政府がないので、後進国にそれをこう守らせるということができにくいわけです。なので、なかなかその競争条件の均等化ということは、国際的には起こらない、起こりにくい。後進国の側は、むしろその長時間労働、低賃金を武器にして国際競争を戦いたいというふうに思うはずだからだ。ということを、その大河内一男という人が言っているんですね。ところが、ILO を100年前にやってた人たちは、そうは考えなかった。つまり、各国の競争条件は、さっきのデレビンさんですね、イギリスの代表、各国の競争条件は国際的な行動によって均等化できるんだということを言ってますね。で、ワシントン会議において、すでにそういうその国際的な協力ということが進んできてるんですよ。その一番のその代表例が日本なんですよっていうことをデレビンは言ってるんですね。まあ、だから、日本が当時後進国で、ルールを押し付けられる側、守らされる側、つまり国内で言えば弱小企業の立場にあったわけですけども、で、じゃあ日本はそれを嫌がってたかっていうと、日本、その上田貞治郎の、
立場から言うとですね、大正8年、1919年、ベルサイユ条約中に国際労働会議の規定を設けて、労働立法の国際的最低限を議論することになったのは、実に日本の一大幸福であるというふうに言っていて、それは日本の国民の立場、後進国の国民の立場から見ると、むしろ望ましいことなんだ、いうことですね。そういうことを言ってる。で、福田徳三というのは、上田貞次郎の先生にあたる人ですけども、そういう、社会政策の中で、についてですね、むしろ世界に、日本の名声を上げる、ことが可能なんだと。国際的な名誉のためにも、この社会政策の基準をちゃんと、国内で、確立していくことが、大事だということを、もうすでに1907年の時点で言っている。それから上田貞次郎もですね、社会政策というのは、国民の元気を挽回、維持、発展させるものだ。つまり、むしろ社会にとってプラスになるものだ。いうこと。あるいは経済にとってもプラスになるものだ。国民が元気になれば、いいものが作れる。だから国際競争をするにもですね、低賃金、長時間労働で安いものを作る。安くて悪いものを作るよりは、国民が元気になって、いいものを作っていった方がいいじゃないか。そういうことを言ってるんですね。で、まとめですけれども、そう考えるとですね、日本は1919年の段階では、さっき言った9時間半労働、8時間ではなくて9時間半、日本はまだ新興国で、今までその長時間でやってたので、それを急に8時間にするのは無理だけれども、9時間半という例外を認めてもらったけども、でもそのことによってかなり進歩したんだ。で、ずっと9時間半ではなくて、今後8時間に、やっていくという約束も含めてですね、つまりむしろ積極的に、模範的な後進国として、第1回の会議に関わっていた。その意味では、そのグローバル社会政策の形成に能動的に参加していた。つまり、なんか先進国から押し付けられる、言われるままにやってたんじゃなくて、日本は日本の立場を主張してですね、これは後進国としては、ちょっと無理と。無理だけど、開き直るんじゃなくて、頑張って追いついていく。その妥協点としての9時間半だったわけですね。だから、その双方向的な関係であったということですね。で、これはその誤解を、100年間の記憶の歪みを訂正するという意味もありますけども、現代のですね、グローバル社会政策の中でのその途上国の参加の仕方も、こういうふうでいいんじゃないかと。つまり、先進国が基準を押し付けるというだけではなくて、後進国、後発国、途上国も参加して、グローバルなルールを作っていく。そういうことが大事じゃないかという。日本は、なんていうんですかね、途上国、新興国の、最初の代表だったということですね。だから今から見ると、なんか日本は先進国なのに、そんな例外を認めてもらって、恥ずかしいとか、恥ずかしかったというふうに思う人はいるかもしれないけど、むしろ当時は後進国だったわけですね。模範的な後進国だったということ。で、2番目の点は、現在、ウーバーとかですね、いろんなのが現れて、そのデジタル経済、つまり従来の、ような、会社ではない、雇用労働ではない、働き方が出てきている。ですね。で、そうすると、その労働法によって労働者を保護するというところからこぼれてしまう人が現れてきている。で、仕事に対して、今まではその仕事と福祉、あるいはその労働に対する保護ということの結びつきができてきていた。それは100年間かけて、その ILO だけではなくて、国内の立法も含めて整備されてきていたわけですけども、それがデジタル経済の到来に伴ってほころんできていると、緩んできていると、でそういうことをなんとかするためにもですね、100年後、その課題は違うけれども、
グローバル社会政策の重要性というのは、今また大きくなってきている。で、その際、その社会政策はその法則に従って自動的に自然に出来上がるものではなくて、むしろ理念というかですね、人間の情熱というか、やる気というか、そういうもので形成される、ということですね。新たな理念が求められていると言えると思います。まあ、最後はおまけですけども、この上田貞治郎という人が1920年、まあ、ちょうど100年前にですね、100年後の日本というのを書いていて、これは昨年あたりテレビのコマーシャルで、シリーズで流れて、まあ、上田貞治郎のは取り上げられなかったんですけど、100年後の日本というのは聞いたことがある人がいるかもしれませんけども、上田貞治郎はそのアンケートに答えて、平均年齢125歳になってるだろうということを言っています。つまり、産婦の保護というのが行われて、幼児死亡率はゼロに近くなる。まあ、これは実現しましたね。義務教育は幼稚園から、これはまだ実現していないですね。保育園は義務教育になっていない。16歳まで継続される。そして優秀な人は国家の費用において、大学に進学する。これも実現していないですね。卒業の後、社会の指導者になる。そして優秀じゃない人も20歳までは補習教育を受けて完全な市民となる。労働時間は4時間にとどまるだろう。これも実現していないですね。その世の暇は、文学、芸術、運動、遊戯に費やされるだろう。で、男女普通選挙、これは実現してますね。産業も国有、公有となる。これは実現してないですね。従業者の自治によって経営されるようになっているだろうと。で、衛生の進歩によって伝染病は絶無となり、このあたりはコロナの問題があって、ちょっと耳が痛いところですけども、人々皆、健康長寿にして、平均年齢は125歳に上るだろうと。1920年の段階ではこのように予想されていたわけですけれども、まあ、一部は実現し、一部は実現、まだ実現していない。という意味でもですね、社会政策、グローバル社会政策の、やるべき課題は、まだまだ多いというふうに言えるかと思います。